ルチャンネル。はい、どうもあげです。ということで今回はこちらのゲーム、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームというやつをね、やっていこうかと思います。体育館の天井にさ、まあバレーボールとか、まあ挟まりがちだよね。そこにマッチョが挟まっているらしい、今回は。でね、こちらのゲームなんですけど、この左上、クソイサイト様っていう、以前ね、寿司を食わないと死ぬ男のゲームやったと思うんですけど、そちらもね、このクソイサイトさんの作品のゲームということで、それつながりでちょっと今回ね、ゲームを見つけてきました。はい。モードセレクトがあるのか。レスキュー、チャレンジ、ミッション。まあ、レスキューかな。音がすごいね。はい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 。マウス視点、ズーム、はいはいはい。クリックでボール投げ。で、下でボール拾いね。天井のマッチョにボー、ま待って待って。見て。天井のマッチョにボールをぶつけて助けよう。いるね、マッチョ。いるわ。あたかもバレーボールが挟まってるかのように、マッチョがいる。あ、バレーボール挟まってるし、見て。あ、待って、ボール。ボール拾えるんだ。はいはいはい。あ、残機みたいなのがあるのか？あ、マッチョ以外にも、ボールを、だから、あ、ゲット。ボールもゲットできると。これはなんかコレクター要素とか、そういうのかな。とりあえずマッチョいっぱいいる、マッチョ。うわぁ。とりあえずマッチョにボールぶつけてんだけど、なんかビクビクして怖いよ、怖い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 。怖すぎでしょ、あのマッチョ。挙動か、落ちてきた。ジャスティス。え？怖っ。怖すぎ。次、このマッチョね。あそこにもボールだね。ちょっとボールも確保していきたいな。OK？ で、マッチョ。なんか頭よりも足の方が良さそう。なんか絶妙にこの針金っていうの。あ、でも足狙う作戦いいかもね。ずれてきてる、ずれてきてる。きたー！ジャスティス！怖っ。何ジャスティスって。何がジャスティスなの？これで右下の収集要素かな。なんか特別なボールは5つ拾いました。でもまだ他にもいっぱいあるけどね。これは向き的にこの上側から叩くのが良さそう。若干当たりづらいな。なんか当たっても動いてない。おー、来た。何その挟まり方。おかしいって。おかしいって、なんか。つま先いかれてるよ、これ。大丈夫？折れてないそれ。何がどう引っかかってんのそれ。見て。もうなんかさ、引っかかってるってよりかはさ、執念でさ、足でさ、足でなんとかとどまってるように見えるんだけど。降りてきて。足狙わないとダメか、これ。落ちない。おかしい。落ちないのおかしい。角度変えてみるか。ちょっと別のベクトルから力を与える感じで。どう？あ、なんかずれてきてはいるけど、しぶといな。なおかしい、おかしい、おかしい。スライドしてってんのおかしいって。完全に引っかかってるって。もう端まで行っちゃったよ。あいつ落とせんのかな？うわー！誰に当たった今。なんか、声聞こえたけど。これもしかしてさ、当たんないんだ。なんかしらのあれで当たったのかな。どうするよ、君。降りてきてくれよ。なんか、足の引っかかりをなんとかしないとダメそうだね。
なんで引っかかってんのかわからん。落ちてこい、頼む、揺らせ揺らせ。落ちねー。ちょっと試行錯誤をしてみますね。まあ頭をちょっとグワングワンさせて遠心力でなんとかやる。このマッチ落ちねえよ。あ、来た。ジャスティス。ジャスティス。で、で、え、なになに、なんか開いてる。体育館開いてる。拾えないと思ったら、あ、入れない。え、何すればいいの。どこを見つめてんだよ。どうしようどうしよう。なんかやることなくなっちゃったけど、いやーまだまだまだある。え、今回は、え、 1,2,3,4 4体に増えてる。まあやっていくか。え、これだけなの。なんか慣れてきた。痛そう。まあがっつりじゃやっていくか。うわわわわ、怖いって。怖いんだよ挙動がよ。なんかさ、いっうぅぅ、なに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 、もう向かい合わないでよ。なんかいいところに当たったらおそらく一発とかでも落とすそうなんだよね。ほらほらほら、慣れてきてる慣れてきてる。ジャスティス、ジャスティス、また増えたね。一発でいいとこ狙って落とすっていうのをやってみるか。あー、まあいってないったかな。もう一発だね。あー、頭か。落ちた落ちた落ちた。これは落ちた。この男は落としたから次の男、これちょっとしぶといぞ。角度かな、足かな。なんかさ、引っかかったさ、バレーボールをさ取るのやたらうまいやつとかいなかった。いたよね。でもさ、これ取ろうとしてもさ、なかなか取れなかったんだよね。上向きだしさ、首痛くなるしさ、結構パワーもいるでしょ。ただ当てればいいってわけじゃなくて、なんかちょっと待って、白いのいる。レアじゃない、こいつ。あれかな、さっき落ちそうで落ちなかったやつみたいな。引っかかっちゃってるよ。こういうやつはとりあえずぶつける。いっぱい角度変えてぶつける。いや落とせねえ、かわいそうに。邪魔だなこいつら。なんかなかなか落ちないように引っかかってんだよね。このさ、このクロスされた部分に引っかかっててさ、なかなか落ちないんだよね。ちょっとずつずらすしかない。何をしてんの俺。俺何してんのこれねえ、深夜のさ、もう12時回ってさ。落ちねえ。これこのなんだろう、チャレンジに終わりは来るのかな。今ただただ存在してる、なんだろう、そこに山があったら登るじゃないけど、そこに男がね挟まったら助けるみたいな感じで。なんか言い方によってはかっこよく聞こえるけど、そういうわけじゃないからね。かっこいいことしてないからね。そういう感じでやってるけど、これどうなんだろう、いつ終わりが来るんだろう。もうちょっと飽きてきてるもん、さすがに。もう見てる人も飽きてきてるでしょこれ。やってることは変わんないからね。ただおっさんにボールをぶつけるってそれだけだから。
初めての理解。この弾さ、ボムみたいな感じなんだ。はいはいはい、お前動けって。こっちに使ってあげるか。じゃあ、いやー、使い切った、使い切ったけど落とせません。まあ10匹、単位が分かんない。10匹落とすまでやるか。じゃあ、あいつ落とせねえな。こいつちょっと落としてあげないと、なんか白くなっちゃってるしかわいそうだな。でもこれビクともしないんだよね。となるとやっぱりこのボムをね、集めてボムで狙ってあげないとダメなのかもしれない。起きた、ジャスティス、ジャスティス。何？何これ？なんで君白いの？何これ？え？誰かいる？ステージで誰か歌ってる？そういうわけじゃない。急だな。ただただ急だな。ジャスティス。あ、待って、違う違う違う。なんかさ、ボールの色変わってる。なんかボーナスタイム的なやつだこれ。ジャスティス。え？もういない。この体育館構造おかしくない？こっちの上は、なんかね、こんなスペースある？体育館の2階って。これ待たないとダメ？待たないとダメっぽいな。待つか。長いけど。まだですか？あ、こいつのせい？なんでこんなとこ引っかかってんだよ。早く落ちろよ。ほら。ジャスティス。はい、ジャスティス。また増えたよ。終わりじゃなかった。うるせえしさ、曲もよ。どうするこれ。あ、一回に二人。ジャスティス。まあ、ちょっと曲が終わるまで待ってみる？なんか起きそうだし。さすがにさ、なんかここまでさ盛り上げといてさ、なんもなかったはないと思うんだよね。邪魔。OK。 ジャスティス。さすがになんかあんだよな、ここまで盛り上げてたら。OK。 ジャスティス。おお、緑がいる。来た、ジャスティス、ジャスティス。曲が変わりました、皆さん。怖いって、その目。曲が変わった。とりあえずこれ一個ずつぶつけてみっか。なんかさ、うまく落ちるときは別に一個でも落ちるから、とりあえず一個ぶつけて、なんか反動を狙うみたいな。これなんだ、協賛でもしてんのかな。曲はいい曲なんだけどさ、ゲームとさ合ってなさすぎるんだよ。ジャスティス。あいつ使うか。このさ、体育館の天井に近ければ近いほどさ落としづらい感じはする。斜めってないから。
落ちねえ。ジャスティス。ちょっとね、聞いちゃってんだよね。なに？なに？何？何あれ？え？何しようってことこれ？え、何すればいいこれ？挟まってないしね。あ、いるいる、まだ残ってんのか。なんででかいの出てきたの？いや、またそこか。オラオラ、ジャスティス。ジャスティス。だから なんなのこの外のは。これさ、永遠に続けられるからさ、とりあえず30までやって、何もなかったら一旦やめます。うわだね、これ移動しながらあっちゃうから、俺ぐらいになると思う。移動しながらね。ほら、ジャスティス、ジャスティス。なんかすごいジャスティス、ジャスティス言ってる。意外とさ、本体に当てなくても周りに当てれば落せるんだよね。あとは手強いだけやつだけか。あの男手強そうだな。お、いけた。なんかもうビロンビロンってなったら、もう勝手に落ちてくれそう。もうなんかほらバタついてきてるから、ビロンビロンってなったやつはもう一旦置いといて、動かないやつだけやろう。ラストこいつか。ちょっとしぶとそうなんだよね。オッケー。あ、戻っちゃう。いける。ジャスティス。さあ、30超えたんですけど、特に変化はないね。ということで、こちらのゲーム遊んでみたんですけど、いかがでしたでしょうか。体育館の天井に挟まった男を助けるゲームということで、まあ、出落ち感はあったよね。正直一人助けたら結構満足というか、このゲームの全てを理解したというか、全てをやったと言っても過言ではない感じではあったけど、まあね、やっぱりこの草追サイト様のね、独特のこの世界観といい、なんだろう、あるあるじゃないけど、こういう、なんだろう、日常にあるのかっていうのはちょっと微妙なところだけど、高校生とかね、中学生は あると思うんで、そこをこう注目して切り取るセンスというか、そういうのは面白かったけどね。あるある、まあ、男じゃないよね、ボールが挟まってるのを助けるってのはあるあるだからね。それをね、こううまくゲームに面白く落とし込んだっていうのはすごく良かったかなと、楽しかったかなと思います。はい、ということでアグでした。よかったらチャンネル登録、高評価いただければと思います。また別の動画でお会いできることを楽しみにします。お疲れ様でした。